いろなか試してみたい。この企画はですね、タイトル通り私ひろなかやかが気になることをバン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 やっていこうという、ただそれだけの企画でございます。でこの番組とにかく予算がないということでですね、衣装を借りるお金もないと。ですので私が着ているこのダサいジャージどういう色なのっていう感じのもうなんだカマキリなのかなっていう感じの色でね、これからやっていきたいと思います。さあ、で最初にやっていくことがですね、私がもう長年ずっと気になっていることです。長年ずっと気になっている何かな、何かな、何に挑戦するのかな、どう、二重跳び、じゃじゃじゃん、はい、二重跳びでございます。長年克服できなかった二重跳びに挑戦しようと今回思っているわけでございます。お願いします。マジでできたことないです私。え、本当にできないよ。まず縄跳びができないもんね。ほいマジ縄跳びができないですって。今なんかスタッフが笑ったんですけど。よろしくお願いします。先生に色がかぶっちゃう同じ分数。よろしくお願いします。お願いします。じゃあコツを教えてください。二重跳び、はい、まず二重跳びを跳ぶコツが3つありまして、はい、1つ目がまずしっかりストレッチをする。本当ですか。はい、やっぱり体しっかりとストレッチしていかないとなかなかうまく動かないので、はい、しっかりストレッチをすることをまず始めます。はい、分かりました。で、2つ目、はい、普通の縄跳びを跳ぶのでもやっぱりスピードがないとなかなか早く回すことができないと、はい、二重跳び跳ぶことができないので、はい、ここからまず2つ目でスピード作りをしていきます。はい、でそのスピードができてきたら3つ目、今度はリズムで縄跳びを跳んでもらいます。リズム感めっちゃいいですそれでも大丈夫です。はい、じゃあ、もうそのまま長座で、座っていただいて、はい、足まっすぐ伸ばして、はい、その前屈するような形で、はい、届かないですね。少し押します。届く人いるの？届きます。はい、届くと思います。少し押します。そのまま準備いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、いいですね。ちょっと押していきます。かなり痛いと思います。じゃあこのままでいきます。1、2、3、4、5、6、圧にしてそのまま引っ張ってもらうような形で、はい、形でじゃあ2つ目さっき言っていたスピード作りをやっていくんですけど、はい、ちょっと飛んでもいいですか。はい、普通のゆっくりしたこの前回し、はい、ではなくてここから速い前回し、これぐらいのスピードで前回しを飛んでもらえれば本当にできないと思う。あ、いいと思います。これ早いです、はい、私もう少し早くしていきましょう。もっと早くしましょう。何がいけないんですか。丸の大きさが少し大きいので、もう少しこう手を小さく丸を描いていくイメージで、そうですね、回していくともっともっと早く綺麗に回っていくと思います。さっきお昼食べたばっかりあ、いいと思います、いいと思います。今のすごく良かったです。じゃあ3つ目のちょっとリズム作りやっていきます。はい、体の横でまず大きく回していきます。はい、はい、で最初はこのゆっくりの回し方でいいので、はい、次の段階でいくと3回まず回します。普通のこれ前回しを3回跳ぶようなイメージで、はい、1、2、3、ピュンピュンって速い1、2、3、ピュン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 跳んでいきます。いけそうじゃない？なんか。
3、4、惜しい、あれ惜しいです、飛ぶそうです、アーティショックです。嘘、そんなことなかった今まで。せーの、1、2、3、4、4、4、惜しい、本当にできそうな気がする。これが本当にラスト1回ってことで。マジで？え？で、こうちっちゃく持って上にやって音ね。せーの。できなかった。まあ本当にこれで大丈夫です、終わりで。なんか見捨てられた感がありますね。大丈夫かな。